これだけ周りに何もないと遠くに来たって感じるわね。調合の材料を見つけたよ。帰ったら試してみよう。まだどこかに使えそうなものが落ちてないかしら。いろいろと試してみたいな。エディさんは本当に探求心の強い方ですね。見慣れたものから珍しいものまで、本当に面白い世界ね。爆弾の材料になりそうなものは、何か使えるものがあるといいのだけれど。これは使えそうね。持って帰りましょう。ネルケ様、申し訳ございません。すいません。こちらの区画を見ていきましょう。どれを建てましょう。場所を選択しましょう。建設を開始いたします。誰にお願いしましょうか。問題ございませんか。うん、任せて。こんにちは、依頼の件で来ました。依頼する道具でございますが、いくつ頼もうかしら。こちらを依頼いたします。依頼する道具でございますが、いくつ頼もうかしら。
依頼する道具でございますが。いくつにいた。うん、任せて。こちらの依頼をお願いします。了解。どれを立てようかしら。どこに立てようかしら。建設を開始いたします。どなたに依頼されますか。
これをこの通りにお願いいたします。調合をお願い、考え直しましょう。すみません、再考いたしましょう。これをお願いし、再考いたしましょう。わかったわ、任せて。考え、こちらへ。どれを作る？いくつ必要かな？わかったわ、任せて。どれを作る？いくつ頼もうか。わかったわ、任せて。こちらの依頼をお願いします。それを決めましょう。商品を決めましょう。どちらの商品にいたしましょう。いたしますか。誰に頼むのがいいかしら。何を栽培しようかしら。立てるものを考えなくては。場所を選択しましょう。どれを立てようかしら。この辺りはどうなっているのかしら。どれを立てようかしら。どこに立てようかしら。どれを立てましょう。この辺りはどうなっているのかしら。どれを撤去いたしますか。撤去を開始しましょう。立てるものを考えなくては。どこに立てようかしら。どれを立てましょう。これで問題ないかな。これでいいかしら。申し訳ございません。それは。
それじゃあ報告を確認しましょう。ネルケ様、しばらく働き詰めですし、一旦休憩を挟まれてはいかがですか？ええ、ここまでの作業が終わったらそうしようかしら。何？お下がりください、ネルケ様。何があるか分かりませんから。前にもこんなことがあったような。あー、びっくりした。どうにか無事みたい。リオ、お前な、実験するんだったら先に言っといてくれよ。ごめんなさい。あなたたち何者ですか？え？ここどこ？知らないお家だ。ごめんなさい。私はビオロート錬金術師をしています。その兄のバルトロメウスです。バルテルと呼んでください。あ、じゃあ私のこともビオで。ご迷惑をおかけしてすみません。いいえ、ご無事ならいいのですが、一体どうしてここに？ああ、こいつ錬金術師なんですけどね、調合に失敗しやがって。失敗してないよ、ちゃんとレシピ通りに作ったもん。じゃあなんでこんな人様の家に飛ばされるんだよ。あの、ちなみにお二人はどちらからここに来たんですか？カロッテ村からです。カロッテ村、聞いたことない地名ですね。ミスティはどう？私も記憶にございません。異国か異世界の可能性も考えるべきかと。異世界？そんなものがあるんですか？ええ、実際に異世界から来ている錬金術師の方もこの村にはいらっしゃいますので、よろしければ紹介しましょうか？なんならお仕事も斡旋しますよ。ありがとうございます。ビオ、ただでお世話になるのも悪いし、しばらくは働きながら帰る方法を探そう。そうだね。それじゃあしばらくの間お世話になります。ええ、こちらこそよろしくお願いしますね。こんにちは。こんにちは。
こういう開けた場所に来るのってやっぱりいいわよね。うん、いい感じ。爆弾の材料になりそうなもの、敵がいるよ。はい、痛いの行くよ。はい、これでどう？大丈夫ですか、ネルケ様。あまり無理はなさらないでくださいね。心配しすぎよ、ミスティ。でも、ありがとう。うわ、敵だ。食らいなさい。この区画を確認しましょう。移動するものを決めましょう。移動する場所を決めましょうか。移動するものを決めましょう。この辺りはどうなっているのかしら。どれを建てましょう。場所はどうなさいますか。どれを建てようかしら。場所はどうなさいますか。ここに。ええ、ここがよろしいかと。こちら。はい、ここどの建物を建てましょうか。場所はどうなさいますか。これ
決まりね。どちらになさいますか？どなたにお願いしますか？どれを立てましょう？どこに立てましょう？完成が楽しみですね。栽培するものを決めましょう。どの建物を建てましょうか？これでよろしいでしょうか？どなたにお願いしますか？こちらが現在のお仕事内容です。何にしましょうか？こちらをご確認ください。建てるものを考えなくては。場所を選択しましょう。どれを建てましょう？こちらの様子はいかがでしょうか？商品を並べようかしら。どちらの商品にいたしましょう。商品を決めましょう。こちらの様子はいかがでしょうか？調合の依頼でございます。再考いたしましょう。考え直しましょう。こちらの作業は止めてください。どれを作ればいいんですか？いくつ頼もうかしら。いたしましょう。これをお願いします。この通りにお願いいたします。調合をお願いできます。再考いたしましょう。こちらの作業は止めてください。何を作るの？これをお願い。何にしましょうか？いくつに。こちらを依頼。何を作るの？いくつ。これをお願いします。何にしましょうか？いくつにいたします。こちらを依頼いたします。何にしましょうか？いたしましょう。こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。
了解、バッチリやっとくね。調合をお願いできますか。はい、取り消しておきます。すみません、こちらは何にしましょうか。どのくらい必要ですか。わかりました、何を作りましょう。必要です。これを何を変えますか。こちらの依頼をお願いします。施設はどうなっているのかしら。どの商品を並べようかしら。どうなっているのかしら。何にしましょうか。こちらの区画を見ていきましょう。施設の確認をいたしましょう。調合の依頼でございます。いらっしゃい、何が欲しいんですか。すみません、こちらはなかったこ…すみません、こちらは何にしましょうか。いくつにいたす…はい、これをこの通りにお願いいたします。りょ…今週の報告をまとめました。それじゃあ確認しましょうか。だいぶちゃんと育つようになってきた。こんにちは、ピオさん。こちらでの作業はどうですか。はい、
もうバッチリです。ようやく美味しい人参を育てられそうです。こうして栽培を任せていただいて、ネルケさんには本当に感謝ですよ。旅で全然人参が食べられなくて本当に死にそうでしたから。そうだったんですか。でもどうして一から人参を作ろうと思ったんですか？こちらの世界にもあるんですけど。あ、もしかしてお口に合わなかったとか？あ、味は問題ありませんでしたよ。人参は美味しいんですから。ただ十分な量があるのか心配で、一刻も早く増やす必要があると思ったんです。量を増やすのですか？それほど希少品というわけでもないと思うのですが。あんな量だったら私だけで全部食べちゃいますよ。それほどですか。一人で食べるには限界があるんじゃ。私にとって人参は必需品ですからね。あのくらいなら余裕です。それに私一人だけが人参を食べるなんてもったいないです。やっぱりみんなで食べるのが一番美味しいですからね。もっと多くの人に人参を食べてほしいと思ったんです。そうなんですか。ビオさんはそんなに人参がお好きだったんですね。もちろん人参がないと生きていけません。そこまでですか。だから私はもっともっとたくさんの人参を育てます。それにここの環境なら前よりもっと美味しい人参ができると思いますよ。わかりました。それでは引き続きよろしくお願いします。任せてください。この国一番の人参畑を作ってみせます。大丈夫かしら。花だけじゃなく木材も使えるから運べるだけ集めておきましょう。これは使えそうね。持って帰りましょう。爆弾の材料になりそうなものは、まだどこかに使えそうなものが落ちてないかしら。わあ、敵だ。来た。はっ、すっごい攻撃いくよ。痛いのいくよ。進めますね。リリーって年下なのに頼りがいがあるよ。さすが先生ってとこかな。私も同じこと思ってました。リリーさんにも教わってみたかった。そう？ありがとう。やっぱりこの二人の先生って。結果です。この感じを忘れないようにしたいですね。